プライズってのはこういうことを言うんで、ね、まさかね、ジョージ・ムーラーのベースがあるし、生で聴けると思わなかったんで、パーソナリティになってなかったよ。いやキャーってもう曲聴きたいです。私の本家の気持ちがわかるでしょ。よくわかります。もう一あの本当にリスナーになっちゃいますよね。聴衆になってしまいます。で本当にスタジオの中とねテラスのところで聞くここの環境、ジャザリアのね、うん、上田放送局の環境ってすごくいいんですよね。そうなんですよね。もしかしたらライブハウスで聞くよりももう、あ、なずるい、なんかあんなこと、あの写真撮影、まあ私たちを差し置いて、怖い、何してるんだ。誰もいないスタジオ、誰もいないスタジオ、ひどいわ。ねえ、やっぱりライブっていいな。気さくな方だし、フレンドリーだし、本当にもう一流の方っていうのはね、そうですね、名だたるミュージシャンの方とね、本当にジョイなさってらっしゃるのかからず、ね、本当にありがとうございます、見てあんなスリーショットで写真撮ってるしですか、見てこっちに向かってピースしてるよ。入ってやるみたいな。横浜のほらジャズフェスも本当に楽しいので、お天気いいといいですけどね、皆さん足運んでいただけると、みんな何、私たちここでラジオやってるんだけど写真撮影にみんな盛り上がってくる。しょうがない。そういう気持ちは分かります。素晴らしいです ね、またほら本家もね、あるからぜひタイミング合えばね、15回も日本にお見えになってるって、ねえ、素晴らしいです。チャンスもあるだろう、クリスタルにも。うん、久々のなんかあの普通の子だった時の話が聞きたいよね。あのプロになるプロセスを知ってる人だもんだって。本当だよね。うん、聞いてみたいですね。素晴らしいですね。ありがとうございました。はい、本来のコーナーに戻りたいと思います。そうですね、はい、なんだっけ、ワンマンだ。ちょっと聞いた。はい、それではワンワン物語でございます。サボってる場合じゃございません。毎週第2月曜の番組ズーランドはハートレス球体を応援しています。考えるだけでなく感じてほしい、そんな思いでスタートしました。新しいワンコの応援会を作ろうとしています。その一つの活動にキリンさんと一緒にやっている指切りゲンマンストーリーという企画があるんですね。動揺が隠せない状態で、いやもうライブにうつつを抜かせられないですね。今ねちょうどリアルタイムでね、銀座でパレードが始まってますね、うん、あ、オリンピックのね、来る時ねちょっと違う道で来たんですけどね、私が来る時間でちょうどね、うん、あの警備する人たちのを運んでくるトラックが来てて、なんか同じ衣装を着た、ね、人たちが続々とね、青い人たちがいっぱいでしたよ。人でもすごいですね。すごいですよね。だって史上最高だもんね、メダル数ね。東京オリンピックもきっと盛り上がるでしょうね。カフェ2階のね、ちょうど選手の人たちが2階バスの上にいるでしょ、うん、そこと同じカフェがね、うん、朝から長蛇の列でそこに入るために。ああそう、うん、だってすごいいいポジションなんだもん。ああねえ、あの辺のご近所に住んでる人とかお仕事されてらっしゃる方いいです ね、うん、ラッキーだね。だってあれ地下鉄とかも全部閉鎖されちゃうとかって、そりゃそうだよ ね、 やっぱりあれだけの人でもありますし ね、 コーナーの話全然リアル生放送だぞっていうのをちょっと言おうと思ってたんですよ。リアルな情報も。さあ今日のワンワンはですね、はい、そんなことでライブでお腹いっぱいですので、ちょっとうちの子の話していいですか。いいですよ、はい、うちの子、ね、どの子ですか。5いますからね。そう、5いますからね。5のどこでしょう。いつもほら保護ワンちゃんたちのね、うんうん、かなえちゃんとかデール君とかフランちゃんのお話するじゃないですか。でうちには先住犬がもう2頭おりましてね、うんうん、ダックスフンドのメイビーちゃんっていうおばあちゃんと、メイちゃんは保護犬じゃないんだ。じゃないんですよ。あと誰、ナナちゃんがおります。ナナちゃんも違うのか。ジャックラッセルテリアね。そう、この2頭だけはね、私は実は保護犬ではなくてお店から迎えた子なんです。で、この活動する前だったってこと。全然その保護犬って言葉も知らない頃、13年とか14、そのぐらい前ですから、14年前ね。で毎日お店に通ってね、うん、でそうするとね、メイちゃんの話ね、うんうん、メイちゃんって最初、まあ、さっきのキリンさんのオープニングの話じゃないけど、ちっちゃくて最初会った時は、うんうん、一番上のケージがたくさん並んでるね、一番上の私と一番目が合いやすいところにいたの最初。なんだけどもう想像ついちゃった。だんだん次の週行くでしょ。そう
と今度ね、一個下がってこっちの端っこの方にだんだん寄ってって、でまた行くとだん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 。で、ある日ね、一番下 の, けあのケージに移動。それでもね、うん、私、うちの次元もね、一番下にいたの、うん、ちょっと大きくなってない感じでしょ。で、だんだん顔立ちもやっぱり赤ちゃんのね、ちっちゃいあのパピーの頃と変わってきて、うん、気の強さだったりさ、そういうのがちょっとこう垣間見れるような顔つきにもなってきて、まあ、要するに大きくなって可愛げがなくなっていくっていう、また数週間なんだけどね、子犬の成長って早いですからね、うんうん、いやこれどこまで行くんだろうと思って、一番端っこのカメラ台が帰ってきたわよ。写真撮影が終わって、まあ、私たち本当に冗談じゃないわよね、冗談じゃないわよ、本当に生放送で言っちゃってね何してたのよってねそう、そんなんでね、まあ、この先どこ行っちゃうんだろうと思っていたわけ、うん、でこれはね、多分もう行くところがなくなったら、うん、あ、私のお家に来るしかないってその時思って迎えた子がメイちゃんなんですよ。嫌よね、あれ、あの段が下がっていくもそうだしさ、値下げしていくじゃない。そうなんですよ、もうなんか嫌よね。え、奈々ちゃんも一緒でね段下がってった、だってで奈々ちゃんなんかジャックラッセルテリアって犬種じゃないですか。でその頃私もメイちゃんを一緒に迎えてるから、だ、まあ、だんだんいろんなこと分かっていて、でもジャックは違うぞ、そう思うでしょ。私その時にね、まあ、だんだんこう下がっていって、あ、この子もめいちゃんのようにうちに来る子なのかなって思い始めてた頃にね、お店の人に聞いたの、うん、そしたらね、飼いやすいですよ、あら、騙されちゃった、いいし性格もいいし、おとなしいしなんて言われてね、あ、そうですかって。でもね、心の中ではいや、そうじゃないよね、この犬種はって歯も思ってました。うん、私今思うよ、ジャックの赤ちゃんを抱いてる人で、うん、大丈夫か、ナナを知ってるから、ね、ジャックだぞナナっつーのいるぞって思ったジャックラッセルテリアってほら、ちょっと残念なお話だけどね、あの亡くなってしまう原因が事故っていうね一番多いのが、いろんな事故ありますけど、ぶつかる、わかる気がする、わかるでしょ、うん、そのぐらい活動力というかな、エネルギーがある、だよね、うん、筋肉の塊みたいな、そうね、その2人はだからそういう事情で、うん、あ、もうここの先はないな、うちに来るしかないなって。だけどさ、うん、そうするとその2匹をね、うん、がお家にいるのによく保護犬をそこからお家に迎えたね、うん、そう思うでしょ、うん、なんだけどね、2頭いたので、うん、私はあのできたんだと思ってるわけですよ。そう、うん、結構ね大変なの、シャックラッセルテリアもミニチュアダックスもすごく元気な犬種だから。でね、大体あの飼い主さんが困るとか、うん、悩むとかっていうことは一通り経験してるわけ、うん、だからね、ほとんどね、大変、うわ大変だなって思ったこと一個もないもん。あ、だから強烈、逆なんだ、強烈をやってるので何でも声なんだ。そうなんですよ、もう見てるから大変なところを。確かに、ね、なんかおとなしいとかね。でもその後さ、大きい子に行くじゃない。あ、そうねそれはでもね、ちょっと この子普通のワンワンマークじゃないかなそれはね、あのほらデール君が来て、フランちゃん来たでしょ、うん、また大きい子の大変も見てるわけ。フランは3ヶ月間のうちの寝室をあの壁を走ってた子だから。ええ、なんですと壁を走ってた子だから。壁を走ってた、こういう形か。そう、みんな嘘だと思うでしょ走るんですよ、今。どんな状況わかんない。小猟犬ってね、やっぱり元気でね、崖を上がったりとか降りたりとか山登ったりして寮に一緒に行く子だからね。だってあの筋肉量見てください、あの8歳ですよ、あの子。だけどそのお尻の感じとかね、背中の筋肉の使い普通じゃないでしょ。うん、確かに ね。で今度ちっちゃい、まあ、ちっちゃい怪獣をね、なので経験した。次に今度大きい怪獣をプランで壁を走るのを経験してるから、大概のワンちゃんね、オータズーランドすごいんだ。うん、すごいんですよ、ね。で今度次にあの先日亡くなったシニアのコウタ君が来たでしょ。コウタ君 ね今度そうするとおじいちゃんのシニアのケアのほらまた大変さっていうのをここで経験してるから、だんだんスキルアップしてきちゃって。でもそもそもそれの始まりはメイちゃんとナナちゃんだったりするわけですよね。で彼らもちゃんとどんな次の子が来ても迎え入れてくれたからこそ、保護活動がそれはちょっとあの子たちすごいよね、うん、だってね、二人っ子ですよ。で今まで手塩にかけられて可愛がられてたところに、なんかわかんない子が来て、なんか母ちゃん取られてって、普通はやきもち焼いたり、ね、へそ曲げたりするもんじゃないですか。でもそこちゃんとね、お世話してくれたの、
や、それはね、愛情たっぷりだからよ。もちろん気持ちも あるけど、愛情たっぷりな体の中に染み付いてるから、安心して回ると思うよ。思わずにね。奈々ちゃんなんか子犬が来ればもうお母さんみたいに、かなえちゃんが来るまでは。奈々ちゃんがお母さん役だったから。で、かなえのことも奈々ちゃんが育ててるからね。なるほどね。そうなんですね。やっぱ逆に奈々ちゃんは、新しい子が来たからあのぐらいで収まってるんだと思う。そうなんでしょうね。あれはね、あれはもし一匹だったら大変だと思う。私もね、今もね、ちょっと扱いにね困る時とかありますもん。うちの夫もね、こんな人間の女の子だからちょっととてもじゃないけど手に負えないって。大体道で行くとね、大体ナナって言ってて、ナナって言ってて、またナナか。全然怒られてもへっちゃらなんだよ。ナナね、だいたいこの辺にいるの。ナナ邪魔って、地下っていうところでね、見張ってんの。そうなんですよ。ピタッとくっついてね。だんだん道ナナの血が慣れてきてね、ナナはなるべく無視するの。でもここにいるからねえみんなって言ってもナナここにいる。そうそう、もう顔の横ね、顔の横にいるの。そう、気がつくとね、見ないでぐらいでちょうどいいよね。そうなんです、そうなんです。そんな彼らがいてね、まあ、彼らとも歴史があってその保護活動につながっているので、まあ、感謝は感謝なんですけれどもね、これ年も老いてきたし、めいちゃんも13歳、14歳もする、ね、ナナもああ見えて10歳なので、まあ、うちの子と同い年でしょ、見せてもらうよね、うん、ね、そうですね。だこれからはまあちょっと今までできなかったことをね、してあげたりとかできるように私も心がけていきたいと思うしね、お世話になったのをお返ししていく、これから時間かなっていうふうに思ってますんでね。しみじみ秋かしら、みんな終わりが大体しみじみっていうね。そんな道なのズーランでございます。はい、ライブの余韻もだいぶ収まりました。はい、大丈夫。元に戻ってきた。自分を取り戻してきました。だから音楽の力ってすごいよね。怖いを忘れるし、なんかその音楽のね、余韻の中にこう入っていくよね。ワンちゃんたちもね、音楽聴くとね、例えばそれで楽しいことやったりすると、その音楽聴くと、あー始まるんだなとかって、出てくるんだかなるよ。花江ちゃんもダンスの曲とか流れる。いいね、それね。でそれ楽しいこと一個作っとくといいですよね。なんかご機嫌悪いなと思ったら、曲流して、踊ろうかって言って。お留守番の時に。そうそうそう。かわいそう。でも母ちゃんがいないと。ね、あるといいと思いますね。はい、また来週は保護ワンちゃん紹介していきたいと思います。できるかな。はい、ワンワン物語でした。いいお天気になってきちゃったね。ね、ゼロワン。